金子釣りにやってきました。今日はこの橋の上からやってみたいと思います。竿は8尺の長竿でギリギリ届く程度です。ちょっと試しに入れてみました。寄ってきますね。餌ついてないのに。あ、釣れました。餌ついてないんですけど釣れちゃいましたね。カワムツです。なかなか高いところから見えている魚を狙います。あ、釣れた。またまたカワムツです。黒い魚影が見えるんですけどね、多分アブラボテかなって思います。やっぱりアブラボテでした。時折風が強くなって釣りになりません。一匹釣るとすぐに擦れてしまいます。釣れの対応策として橋の反対側でも竿を出します。釣れました。これもやっぱりカワムツです。立派なオスのアブラボテが釣れました。なかなかヒレピンで男前です。アブラボテも釣れました。こちらも結構男前です。この場所ではアブラボテを3匹なんとか釣ることができました。仕掛けを投入するとカワムツがすぐに寄ってきたり、1匹釣れるとしばらく釣れなくなったりと少し苦労しました。ありがとう。さようなら。